シロです。グジワです。はい、2人です。いや、慣れてなさすぎる。2人なさすぎる。慣れてなさすぎる。多分2人で撮影したのがニトちゃんで多分3人目ぐらい。え、そうなの？ちなみにもう撮ろうよって先生から声かかって撮ってるんだけど今、うん、なんで声かけてくれたの逆に。いや、なんかさ、アホどもがさ、俺ら抜きで動画撮ってたやん。あー、撮ってたね。やつら我々がいないと動画成り立たんから。あ、終わってたらしいよね。そう、マジで。噂には聞いたけど、なんかとんでもないことになったらしいやん。でも最近なんかさ、わかんないよ、わかんないけど、裸みんなで動画撮ってて、なんか矢継ぎ早にみんなボケんなとは思ってるよ。ここで噛みついたねみたいなさ。駆け込み乗車がすごいんだよ。一斉にもうトークにめっちゃしがみついてくるやん。なんかインドの朝の電車みたいになって。落ちてもまだ追いかけてくるもんね、電車を。みんなが思ってるよりね、撮影本当にみんな声出してるし、うん、叫んだら勝ちだと思ってるから。いや、そう、あの人たちさ、大きい声出せばいいと思ってるよ。そうなんだよね。定期的にちょっと我々まとも枠の報告会みたいなのをしていきましょう。あ、定例ね。まあ我々はね、一度ここらで2人で動画撮ってすり合わせをしておこうかなみたいな。あ、まあ、そんで今後に繋がるかもしんないからね。あ、そう、ここですり合わせておけば。ちなみにキルちゃんの俺らおらん動画見た？あ、俺ね、まだ見れてないんだよね、ちゃんと。そう、今見ようぜ。まあ、ちょ、見ますか？我々がいない動画がどうなってるのか。いや、もうサムネが最低すぎる。握るならチンコおわすし。もうダメや。じゃあこの人さ、この人さ、なんか最近下ネタ言わないブランディング始めるとか言ってた人ちゃうの？あ、なんか言ってましたよね。いや、そろそろ俺もさ薄めようと思ってて。11日前握るならチンコおわすしで、5日前何回目のデートでエッチしたいって、なんかマッチングアプリのチャット欄みたいなタイトルやん。ちょんまげ小僧より年下の人が運営してる、もしかして。そうだよね。ちょ、見ます？ハゲ上がり小僧の動画見ようぜ。どうも、マグロです。どうも、こんにちは、ニキです。こんにちは、リットです。おそうす、どうも、ひまなつです。一般人のシードです。誰だこいつ。おい、なんか一般人紛れ込んでんぞ。お前誰なんだよ。誰の彼なんだよ。ニキの高校の同級生です。 YouTube の撮影とかってリアットも連れてきていいんだっけ？ちょっと人見知り出て、あんまし人見知りの一般人連れてくぜ。突っ込んでる。突っ込んだ。いる人の手頑張ってない。ちょっと頑張ってんね。で、だからそれなんか仲間入りしたっていう感じなのかな。あー、ニキの種が。じゃあやめて。なんかさ、じゃあ何さっきからそのニキの種って。ニキの種の中の1億分の1勝ち抜いてきてたでしょ。あれ、ちょっと待って、ひまなつくん、なんかちょっとかかってる今回。おかしいよね。なんかちょっと様子おかしいけど。すごいな、今回の動画の下ネタの一番やりさしたの、まさかのアイドルっていう。もうひまなつくんはもう良くなっちゃってんだね。しかも割とディープな下ネタ出してきやがる。ねえ、結構深めな。まあ今日はツッコミが2人不在なので、はい、確かにそういえばいないな。今日はあいつらがいなくても戦えるっていうところを見せていこうよ。ね、我々もそう自立する時がようやく来ましたよ。本日の企画はマジョリティパーティー。イエーイ。究極のボタンが置いてあります。このボタンは嬉しいことと嫌なことが同時に起きるボタンです。このボタンを押すか押さないかの選択をそれぞれに同時にしてもらいます。で、多数派になった人が勝利。浮いたやつが貸すってことでしょ。あ、オッケー。じゃあ浮いたやつした方がいいってことね。オッケー。今日みんな、あ、これ突っ込まれないんだ。あ、突っ込まれないんだ。めっちゃ怖いこと言うなみたいなこと誰か言わんとさ。あ、すごいね、こいつが悪のまま列車走るんだ。とんでもないシーンで次の展開言ったよね今。ちょっともう引っかかる ね、具材のね、影響が出てるね。あってなったよね今。今日みんな持ってきてるよね、究極の選択ボタン。昨日の夜言ったよね、宿題で1人5個ずつぐらい持ってきてって。すいません、日本語ってすごく難しいもので、あのボタンしか持ってきてないです。僕話題を持ってきてないです。お、はい、ということでね。俺今だってもうなんか俺分かっちゃったもん今。こいつ今からやるなっていう。先にもう気づいて。おおって言った。これは来るぞにちょっと思っちゃって。みんなの表情がさ、おい誰が行くんや、誰が行くんや、これ誰が行くよみたいな顔して。ツッコミがいないとこうなります。お前も救おうとしろよ。いや、もうね、違うんだよ。こういうことを言っても拾うやつが今までいたのが悪い。そうだよ、甘えちゃってんだよね。まあまあまあ、なんか否めないかもな。ちょっとありがたがれ我々に。私から提出する究極の選択ボタンはこちらです。ドン。10億円もらえる代わりに横文字を使ったら即死するボタン。エビデンスとかが言えなくなるって感じで。言わねえだろお前そんなビジネス用語。許し取れても、じゃあ言えなくなるってことやね、これじゃ。そうですよ。立ててもだ。
じゃない、それは。そういう物理的なあれじゃねえだろ。おぉ、ナッコ頑張ってるけど語彙力があんまり出てこんくってふにゃっとした感じになった。物理的なあれ、抽象的ツッコミ。ではじゃあ続きまして、ニキさんからの出題です。ドン。エガちゃんに鼻の穴を舐められるが、橋本環奈に優勝されるボタン押すか押さないか。よしよしの V は。おい、お前どこよしよしされようとしてんだよ。よしよし界の相場は頭だろうが。いや、うちの地元ルールだと結構よしよしはチッだったんだけどな。まあ確かに亀に頭これくるぞ。そうなんだ。どういう顔しとんねん。そう、いやいやいや、ほんとだよ。どこ見てんだよこいつら。待ってんじゃん、夏子が表情がもう完全に。どうしようってなってるよね。今回暇夏くんがボケたら死にますねこれ多分。俺悪いか今の。みんなキョロキョロしてた。誰かがドキドキするよねって。俺はただ額が足りてなかっただけ多分。額が足りてないってなんだよ。亀の頭とかいてきったのが。額というか、なんでしょうね、本当に何が足りないんでしょうね。いや、ツッコミだよ足りねえのはここに。おお。おいや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 、笑えよ、笑ってやるよ。なんでこんなおおってなんで。美術館で絵見る時の反応やんだってね。おお。自分が想像する異性を召喚して何してもいいが、召喚した瞬間性欲が一切なくなります。結構いいよ、面白い、面白い。もう自分から性欲という、いいとその三大欲求が一個抜けると思ってほしい。回答はこちら。はい。ひまなちゃんはもう女性をそういう目でしか見てないということですか。そう、まさにそうで、性以外にもあんのよ。例えば寿司食いたくなったら寿司職人召喚できるし。異性の提案でね。チンポ握れんけど寿司は握ってもらえるってか。あとこいつが言ったんやこれ。ねえ、嘘でしょ。待って待って、タイトルでさ、キルシトルってほんとつまんねえな言ってたのにさ、今夏が言ってた。今回の絞れたのトス、こいつが全部投げとる。こんな伏線回収ある。しこりの視聴者がもしこれ見てたら、おい、聞けよ。俺たちのせいで夏子の印象が悪くなるみたいな感じじゃないからな。夏子が勝手に自分で言い出してるからな。結構彼やってますからね、意外と。そうチンポ握れんけど寿司は握ってもらえるってか。ほら、お前、お宅のお子さん、ご家庭にいる時とだいぶ違いますよ、お様子が。チンポと寿司握るって言ってますよ、この人。何を言っているんだ、彼は。この空気やだー。ねえ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 、なんかひまなちゃん今日かまそうとしてない。違うよ、お前、頑張ってん。頑張ったら頑張ったら、かまそうとしてないっていじられるし。なんでこんな足引っ張り合ってんの、この人たち。こいつもう撮影コンクなるぞ。1って答えたやつは、性欲がなくなっても、その異性を召喚することにメリットを見出したわけじゃん。何に見出したのかなっていうのを聞きたいんだけど、俺。だから、その全部ができるじゃん。そう、絵の何でもができるから。ライオンに襲われたら吉田沙保里呼べるし。じゃあ一緒だ考え方。俺も編集やらせるとか、なんかイライラしたり呼ぶとかだったもん。こんなんチートやん。AI 氏の先生でしょ今の。だってほぼ、あとこれつまりは現場で突っ込まれんかったんやろこのボケ。そうだよね。グロすぎるだろうが。人数は問わないから何でもできるわけ。急にサッカーしたいなって思ったら11人パーンって呼んでサッカーできるわけでしょ。え、まあ、11人呼んだらさ、お前はどこのポジションだよね。監督だお前。いい突っ込みだね。シロ先生いなくても戦えてるやん。いや、戦えてねえだろ。戦えてないから謎の編集が入ったんだろうお前。どこがどんな女も惚れさせられるけど一生全裸。なんか良くない。全部良くない。あ、待って、ここマイノリティしかいない。あと別件なんだけど、 VTuber だからさ、俺全裸でも別にいけんだよね。いや、普通に全裸のライブ 2D 購入してもらうよ。え、この絵もさ、これ脱がしたチンが生えてるわけだ。誰か。誰か。いや、禁じ手だろう。誰か。それは、どんな禁じ手だろうが。本当に辛かったんだろうな。どんな女も惚れさせられるけど、一生全裸。回答はこちら。え？本当に押すんだな。全然押す。押しますよ。ゼップでライブするグループのやつとさ、歌い手グループのやつ、女惚れさせれる自信ないか。は？いやいやいや、Z ゼロでやってるよお前。そんなから惚れてもらうよ、来た人には。全員 Yahoo ニュースに載ってやればあがる。突っ込みたいな。あ、突っ込めなかったんだ。あ、突っ込まんかったんだ誰も。あー、今ニキがさ、拾われない率がクソ高い。数字あるグループに入れる代わりに、男のくせに可愛こぶったツイートをしないといけない。回答お願いします。はい、オッケー。あれあれあれ、嘘のついない。なんか抜けるか、ディスコードのアイコン自分のケツの穴にしないと。 どっちかだよ。抜けるわ。そんな特徴的なってんのかお前。いや、もう結構可愛いですよ僕の。死ね死ね。だけど結構可愛いですね。いや、みんなもね、脱毛した後見てみ。あれピンクだなってなるよ。ケツまで面からな。死んでくれよ。
おかしくなってんじゃんみんな。何これ、なんか今さ人類にはまだ早い映像だったよ。俺もう今のとこ見れないよ、俺多分怖い。ケツまで面からな。死んでくれよ。怖い怖い怖い、怖すぎるよ。ちょっとボケツッコミしてるやつとケラケラ笑ってるやつと感心してるやつら。1000兆円もらえるけど自身の半径 50km 以内にティガレックスが250頭湧くボタン。え、これティガレックスがワンチャン上原愛のインゴとかじゃない。こいつは何を言ってんの。ほんでちょっと待ってちょっと待って、今夏くん壊れてきて、壊れてきちゃった。何がボケで何がツッコミか分かってくれた。今夏さんのお題いただけますか。いやでもこれ若干被ってんだよな、ってんだよな、ってんだよな。あ、待って、一個一個あの報告があります。何すか。今被ってんだよなって今田さんがいた時に僕って言おうとしたけど耐えました。えらい、ありがとうございます。なんなんこれ。あ、見たか二刀、お前になってもやれんだよ。どこがだよ。今の謎時間なんなの。なんでやれてると思ったんだよ。止まったよ報告。まあまあ一旦わかる。その後の二期えらい、わからん。いやいや普通に俺らにボケ投げかけるときも精査してほしいんやけど。確かにな、俺らのときも考えてほしいよな。そしたら世界の全てを手に入れられるがキルシュトルテと一切関われなくなる。え、あ、ごめんボタン押してしまった。友達をどこまで思えるかっていう話よ。しかもそのキルシュトルテももう世界で一番おもんないわけでしょこれ。そうだよ、もう関わらなくていいかなっていう。切り捨てた方がいい。キルシュトルテチャレンジ精神すごすぎるだろ。いやこれ飛び込んでないよ。諦めない今夏くんはマジで偉いと思うよ。ね、めっちゃ賭けに出たよねこれ。勝負に出てるよね。みんな下向くのやめてよこれ。本当だ、なんだこいつら。もうやめちまえ撮影こいつら。今回のこの動画って俺らめっちゃ頑張んないといけなくて、実はこの動画が思んなかったら白先生と二戸くんが相対的に調子良くなって突っ込めてもらうよ。突っ込みあってのツッコミだからな。本当折半みたいなツッコミって思う。調味料だぞツッコミなんて。ツッコミ泥棒してるよなあいつ。ツッコミ泥棒はしてないだろ。なんだツッコミ泥棒。ボケ強盗だろこいつら。ボケ強盗だよ。俺らツッコミみたいな。今度全部無視しようぜ。この動画がとても伸びるがツッコミがいなくなる。あそう、ツッコミの概念がなくなる。いやもうそう、それはやっちゃいけん。でもこの動画が伸びるだけで別に今後は分かんないわけだよね。そう、まあでもツッコミなしでも動画にはなってたねとはなる。ボビーとニートちゃんの肩身が少し狭くなっていく。今結構広がってるけどな。この動画がとても伸びるがツッコミがいなくなる。回答どうぞ。はいはい。おいおい、ちょっと止めよ止めよ止めよ。これはあ、トルテさんありがとうございますですよ。こいつら泣きを見るぞ。いいのかこいつら。こいつら終わってる。ナツコとかシードとかキルちゃんが押すのは分かるけど、なんでチームオナケンが押してんのこれ。あらぬ考えだろ。何を思ってこっちにしてんのか聞きたいの。いや俺キルシュトルテ軍団入るわ。ということで集計が完了いたしました。はい、マジョリティパーティー誰よりも多数派だったのはニキです。イエーイ、ボツコセー。あの、ナツコの掛け声見てて。ニキです。イエーイ、ボツコセー。もうとても良くなっとるやん。もうこれで終わりだもんね、撮影は。よかった、安心だよ俺らも。ちょそしたら最後、ニキくんから白先生に何か一言ありますか。おお、別れの言葉大事だねこれ。ボビーあ、いい曲流れてる。なんで俺負けたみたいになってる。ボビー本当だよ、ツッコミはいらない。どこがやねんお前。申し訳ない、もうキルシュトルテ軍団就職するわ俺。オナケン脱退して、あ、もうあのこっちで頑張っていこう。そうだな。で、あと分かったのは俺らがいないとあのナツコが壊れる。ちょっとさ、今度ヒマナツくんと先生と俺3人で飯食いに行こうぜ。そうだよね。ナツコがおかしくなってしまうマジで。はい、というわけで今回はこんな感じでした。第2回チームツッコミの動画をお楽しみに。はい、あざした、ありがとうございました。